そういえば今でもレンジャー殿の話は年少のオペレーターたちに人気らしいですね。長く生きていると人に語る話だけは増えていくからの。わしも子供たちに過去の話を伝えるのを楽しんでおるよ。機会があれば私も聞きたいものです。ドーベルマンが子供たちと混ざって話を聞く様は想像するだけで見応えがありそうじゃの。そうなると話す内容も考えねばの。ロドスの歴史などはどうじゃ。確かにロドスの古参オペレーターであるレンジャー殿からしか聞けない話がありそうですね。いっそ講義として座学訓練に盛り込むべきか。おっと、ますます隠居から遠のきそうじゃない。